北吉さんかパリコレ行ったデザイナーか三島か迷ってる。ピカソはさ、うまいやん。俺ピカソじゃなくてほんまにそのなんか南條さんが最近ちょっとこじゃれてきてるので。そう。南條さん。南條さんが。南條さんのことするな。ちょっとおしゃれこじゃれてきてるからちょっと。いやありがとう三島。こちらこそ。もうなんか電話で。そうそう。昨日さ、幕張でさ、そういう話してたやんか。そうやね。まあちょっとコーディネート頼むわみたいな。そうそうそう頼むわ。ほんまに頼むわ。もう完璧よ。今もそういうのやろうとしてて、ちょうど、しかも友達ラインなんかも最高やから。そうそうあんま失敗してもあんま怒らんし。いや、だから言うよ。最高やと思う。だからそっちにしたら。でも失敗はせへん、絶対。頼むわ。で、それは信用してる。なんかさ、いろんな人を今までやってきてんのよ。その動画じゃなくて、プライベートで。あ、そうなの。そう。JAL の後藤さんがちょっと上欲しいねんって一緒に買いに行ったり。うわ、楽しい。で、銀シャリのうなぎさんとか、うん、ちょっと、もう、一式コーディネートしてくれみたいな。でもやっぱみんな一回やねん。その言ったら冬だけとか秋だけとか分かんないけど、三島は年間契約で。そう、俺は年間契約で考えてたから。あ、さ秋やな。うん、だからでも長袖の、俺、うん、襟ついたシャツの長袖が一枚も持ってないね。テレビ局行ったりするときに、うん、あんまりやっぱ襟ないと恥ずかしい、もう年頃になって着てて。うんうんこれ選んでもらいたいんだけど、ちょっと俺からしたらその吉井のファッションは劇場でよう見るからさ、うんうんうん、攻めすぎてんねん。あ、細かいやねん。わかる、わかる。正直もう振り返られるぐらいのさ、なんかなんていうんだろう、エメラルドグリーンみたいなダウンに龍書いてあるやつとか。撮影したわ。龍の下に虎が。じゃあ、あれはちょピカソはさ。うまいやん。俺ピカソじゃなくてほんまにそのラッセンぐらいの感じがほんまに頼むわ。じゃあピカソはめちゃくちゃ絵うまいけどさ、うん、その合わせないこともできるし合わせることもできるわけやんか。そういうことね。そういうふうに考えたらってことよね。あ、ちなみにそのシャツは開けてきんの閉めてきんの？できたらどっちもやりたい。よくバレたなぁ、マジで。何が変わんの？開けるか閉めるかで。いや、例えばもう、閉めるのが一番かっこいいのがそのオープンカラーシャツ。あー。分かってないやん、絶対。はいはい、オープンのやつなぁ。その開閉羽織を。お前の言うところの開閉羽織を。すぐ出すの。これ、綺麗め？綺麗なやつの方がいい。色は？落ち着き気味が。うわー、もうその辺は頼むわ。むかついてるやん。そんなんこっちに言われてもさ。むかつかれてるやん。そういうのやってくれるじゃん。予算はもう決まってる。ああ、予算一応、まあ、2万から3万ぐらいの間で行ってほしい。2万から3万。うん、もちろん2万以内。4Tとかでも大丈夫。なるほど。でも、まあ、ズボンはもう持ってるから、正直俺。ズボンはあんのよ。持ってるとかないやん。ズボンはもう持ってるから。ズボンはもう持ってるから。ズボンはもう持ってるから。ズボン何本でもあってもええやん。その一着では回さないわ。いや、もうネズミ色あるし、黒あるし、緑みたいなもん。ネズミ色言うてるやつ絶対おしゃれちゃうから。ネズミ色なんかも言わへん。グレーな。グレー。ああ、まあまあグレーな。グレー。ネズミ色だよ。ネズミ色やろ、あれ。いや、もう。心身ともにおしゃれになってほしい。まあ、そうか。そういうパンツはじゃああると。デニムとかはあるんですか？あ、デニムも、ペインターパンツみたいな1個持ってる。あー、ペインターパンツは使いやすいもんな。そう。だからそこら辺の色を。6面履いてるやつある。長いな。なんかペインターパンツの情報長い。目赤さんとこ。だから、そこら辺に。やっぱその、1個気になるのが、その、末広がり図鑑。和の感じは入れた方がいいんか。いや、何やろ、アメカジとかの方が実は、ね、好きそうや な, や、ね、なんか南條さんが最近ちょっとこじゃれてきてるのよ。あ、そう、うん、南條さん。南條さんが南條さんのことするな。南條さんが仕事してる。仕事してくれてるの。仕事してるわ。そう、南條さんがちょっとおしゃこじゃれてきてるからちょっと差がさ出てきてる。確かにな、ちょっと負けたくないな、そこは。一発目のゲスト、又吉さんか、僕の知り合いでパリコレ行ったデザイナーか、三島か迷ってる。何してんねん、吉島。しまよってるって。又吉さん、パリコレデザイナー、三島。三島。俺は三島。
友達言ってるって友達をおしゃれにする1回目これ1回目しまよってるよそれはそうで2回目はまたスタントバリコレデザイナーやめて何条やめとけやめとけマジで友達何がしたい友達を呼ぶぞあかんで大事やねん1、2回目ってもったいないここじゃ決まんねんこれねここじゃ買ってきて、もう来てもらうっていう動画をちょっと時間を作って来てもらいます、うん、で、それであかんかったら、まあ、お金払いますいや、お金払いますOK です、ちょっとじゃあこれこの注文を聞きつけて、うん行ってまいりますお願いしますはい、OK ですありがとうマジで楽しみやなというわけで三島から注文をいただきました、はい襟付きのシャツロンティ、3万円ぐらい2から3やから緑と、青と黒系は持ってるからそれに合う系の色、うん、そこら辺はしっかり押さえとかな、うん、返品されるから、うん、これ返品されたらほんま腹立つからだから持ってるブランドのサイズ感とか聞けばよかったねあちょっとバタバタして今もめっちゃセールしてるし、ね、はい。なんかプラスの方が喜んでくれそうな感じしますけどなんか2点だけじゃなくなくて3点で要は2万5千円ぐらいやったらやっぱ2点とかしかダメなのかなって思ってると思うんですけどそれが2万以下で3点買ってきよったでみたいなとかだったら本当にブランド好きで服好きな人だったらうわそんな安いのいっぱい買うぐらいだったら一発とか思うと思うんですけど、そこまでじゃない人はまあある程度のクオリティあれば物が多い方が喜んでくれそうちょっと行ってきますはいよろしくお願いしますお願いします。来たぞーあ、はい、大丈夫ですおはようございますいや楽しみやねおはようございますおはようございます。え差し入れ持ってきたねえそのコーヒーと言ったのみんな喜んでなこれ朝行っちゃうよな朝行っちゃうみんな喜んでくれてるねえちょっとお座りくださいお座りくださいはいマスク取ってもいいよなんかこれスパイク入ってんのちゃんってキモかすぎへんでも俺運動もやってへんの俺はい、ということで、ちょっといいですか楽しみやな、はい、でも楽しみ、うん、はい言ってることは全然わからない正直最後はもうはい、ああ良さそうWe're the queens of the party, party. Working hard, yeah, we're run thing, run thing. If you wanna be with us, then say that, that, that.